はい、ファッシングマイスターのカズです。動画をご覧いただきありがとうございます。はい、本日もですね、ファスティングだったり健康に関するヒントだったりアイデアをですね、お伝えできればと思います。はい、本日はですね、どんなお話をさせていただきたいかというとですね、ファスティング中ですね、おすすめのエクササイズについてお話しさせていただければと思います。ファスティング中におすすめのエクササイズというところで、まあ、前回前々回とですね、ファスティング期間中に、まあ、おすすめの、まあ、イベントだったりですね、まあ、リラックス方法だったりというところで、ファスティング期間中におすすめシリーズが2つ続いたので、まあ、3つ目としてですね、今日はちょっと思いつきというかですね、でさせていただければと思います。思いつきなんですけども、これですね、すごくおすすめです。あのファスティングでですね、やっぱり綺麗になりたい方ってやっぱ多いんですね。ダイエットしたいとか肌をきれいにしたいとかっていう方多いんですけども、このエクササイズをすることによって、あの顔周りとかですね、首周りがすごくすっきりするエクササイズになるんですね。なのでこれぜひですね、やってきれいになりたいあなたはですね、あのやっていただきたいんですね。でなぜこのエクササイズをお伝えするかというと、あのファスティング期間中っていうのは食べないんですよね。飲み物しか飲まないですから、こう顎周りの筋肉とか首周りの筋肉っていうのをやっぱり使わないことになります。そうすることによって、こうたるんできてしまう恐れがあるんですね。なのでこのエクササイズをすることによって、顔周りとか顎周り、首周りの筋肉を使うことになりますから、こうファスティングでこうせっかく痩せて肌もきれいになったのを、さらにこうキュッとスッキリさせるためのエクササイズになりますので、ぜひ参考にしていただければと思います。で、あのエクササイズ2つあります。で、1つ目からまずお伝えするんですけども、1つ目はですね、あのただあいうえおっていうだけです。あいうえおっていうだけなんですよ。それを大げさに言います。大げさに思いっきり言います。まずちょっとやってみますね。あいうえお、こんな感じです。これを何回か繰り返すんですね。あいうえおで、口に出しながらやった方がいいです。さらにあの感情も込めながらやるとさらにいいです。あいうえおっていう風にすると、あの目も入るんですね。目も入るとさらに顔の筋肉使うことになるんですよ。これをですね、大体、まあ、5回、まあ、多くて10回くらい、あいうえおあいうえおという感じでですね、やることによって顔の筋肉がこう厚くなってくると思います。厚くなってきてるってことは筋肉を使ってるっていうことですから、顔の筋肉を使うことによってこうクッと引っ張るようになるんですね。それがたるんできてしまうと、せっかくファスティングでやられてもこうたるんで垂れてきてしまいますよね。なので顔の筋肉をやっぱり食べることをしないわけですから、こう顎周りの筋肉を使わないので、ファスティング期間中っていうのはこういうエクササイズをしていただきたいんですね。でもう一つっていうのは、ベロを回すだけです。ベロを回すだけで、これですね、喋りながらできないので、あのまず説明した後やるんですけども、ベロをですね、ぐる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 回します。ぐる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 、時計回り、反時計回りっていう感じでやってみますね。はい、こんな感じです。今10回やったんですけども、これですね、実際のところ、まあ、30回、理想は50回くらいしていただきたいです。で、その後反対にまた30回、理想は50回していただきたいです。そうすることによってやっていただくと分かるんですけど、10回くらいだったら全然疲れないです。でも50回すると結構ですね、もうなんか中の方からこう疲れてくる感じがあるんですね。で、ベロを動かすことによって、実はですね、こう顔からですね、首から顎周りから全ての筋肉を使うって言われているんですね。で、すごくこれインナーマッスルのトレーニングになるんですよ。なので小顔になりたいあなた、あと首周りをすっきりしたいあなた、まあ、エラ周りをすっきりしたいあなたっていうのは、これファスティング期間中だけじゃなくて普段も取り入れていただくとすごくいいです。あとはベロを動かすことによってですね、唾液がすごく出ます。唾液が出ることによってですね、食事前にこれをしていただくことによって、食事のですね、まあ、消化を助ける働きにもなりますし、あと食事後にこれをやっていただくことによって、あの口の中の洗浄ですね、口臭の予防だったりとか虫歯の予防にもなるんですね。
そういったところでこのエクササイズ、ファスティング期間中だけじゃなくてですね、普段にもやっていただきたいエクササイズではあります。ぜひですね、やってみてください。50回すると結構きついですよ。反対も50回すると結構きついです。先ほどのあいうえおとですね、ベロのはい、唾液が出るのでですね、こんなエクササイズをですね、やっていただくことによってファスティング期間中のですね、顔のこうたるみっていうのをですね、防ぐことができます。なのでぜひですね、この2つのエクササイズやってみてください。そうすることによって口の周りの口の中の健康ですね、健康っていうのは口、健やかな口って書いた健康だったりとか、顔周りとか顎周りの、美容にもすごく役に立つエクササイズですので、やっていただくといいと思います。はい、そんなところで本日はですね、ファスティング期間中におすすめのエクササイズについてお話しさせていただきました。もしご質問等あれば下にホームページのリンク貼っておきますのでご質問ください。またですね、次回以降もファスティングだったり健康に関するヒントだったりアイデアをお伝えできればと思いますので、ぜひ YouTube チャンネル登録していただいて、お見逃しないようにしていただければと思います。本日はこれで以上になります。動画をご覧いただきありがとうございました。